心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長内でございます。今回はですね、公認心理試験対策講座、オンライン、2つの項目を対にして記名する学習を系列学習と呼ぶ、というテーマで、10問ほど、出題、させていただこうかなと思います。この公認心理試験対策講座オンラインというシリーズの、動画の URL リンク一覧は、本動画の、説明欄概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。さて、参りましょう。まず問い1番、もう今日は全部記憶の話ですね。記憶です、記憶に関する問題です、毎年出題されてますね。まあ、あの心理学において、記憶の研究って割とっていうか、もう思いっきり、歴史のある分野なので、もう1問2問は必ず、出てくるかと思います。1問目、2つの、